青函トンネル両飛車交線は一般財団法人青函トンネル記念館が運営している青森県東津軽郡外ヶ浜町の青函トンネル記念館内にあるケーブルカーである。地上の青函トンネル記念館駅と地下の体験行動駅を結んでおり、早々行距離は778メートルである。青函トンネル記念館駅に巻き上げ機があり、 同駅では2名の係員のうち1名がケーブルカーの操作、1名が風通門の開閉を行う。体験行動駅には係員が1名待機している。定員40名の車両が1両で運転され、全線が単線ですれ違い部分はない。ただし、体験行動付近に分岐点があり、作業輸送用の線路が存在する。車両には、 生函一の形式名と、モグラ号の愛称が付けられている。記念館の休館中も、トンネル内のメンテナンス作業のために使用されているが、車両は作業用のものを使用する。もともとは、生函トンネル工事における、作業員の移動や、物資の輸送などを目的として建設されたもので、生館トンネルにある二つの定点のうち、本州側の両費定点に通じている。 青函トンネルを走行中の列車が火災などを起こした時は原則としてはトンネルを走り抜けるがそれが難しい場合は列車がタッピ定点または吉岡停点に停車する北海道側の吉岡停点の車高にも同様の目的で建設されたケーブルカーが存在するがこちらは 会見行動としての一般公開はされておらず、鉄道事業法に基づく許可も受けていない。乗客は、確定点にある、ケーブルカーで地上に避難する。現行運賃は片道600円、往復1200円であるが、通常は往復利用のみで、片道乗車券の発売はない。青函トンネル記念館の入場料とのセット、割引券もある。当期は、 アクセス道路の国道339号が閉鎖されるため、青函トンネル記念館が休館し、本路線も運休する。かつて、北海道旅客鉄道が実施していた、タッピ海底駅見学コースでは、タッピ海底駅と体験行動駅を行き来できていたが、青函トンネル記念館から道路線を利用して降りた場合は、タッピ海底駅に入場することはできなかった。 当時の見学順は次の通り。タッピ海停駅については2013年11月10日で見学を終了し、2014年3月14日限りで廃止されたが、道路線の運行及び体験行動の見学は2014年度以降も実施されている。車高一面一線の地上駅。風圧防止と列車無人走行による事故防止のため、 通風門がある。通風門開場中は駅構内に入ることはできない。入り口は青函トンネル記念館と同じではあるが、入場券購入後、入って左側に進まなければならない。2002年、世界一長い海底トンネルの記念館として、東北の駅100線に選定された。車高一面一線ホームを持つ地下駅であり、 2014年3月15日に海峡線の2つの海底駅が廃止された後は世界で最も海抜の低い駅となっている。ありがとうございます。